文武王は、白木の、第三十代の王であり、生は金、意味名は、方便。先代の武烈王の長子であり、母は、各官の金のブルゲンの娘の文明夫人。王妃はナミチンの金前品の娘の辞儀王公。661年6月に、先代の武烈王が死去し、王位についた。在位中に、高栗を滅ぼし、また、党の勢力を、 朝鮮半島から駆逐して、半島の統一を果たした。武列王として即位する前の父、金春秋が唐と白木との緊密な関係を築いて、帰国した後、649年の九だらとの局地戦の戦勝報告と、新徳女王が唐の意向をた,たいて作った古古と太平省を献上することと任務として、金宝瓶は650年6月に唐を訪れた。 皇祖はこのことを大変に喜び、金邦瓶は、ふと不得教の職を授かって帰国した。帰国して、後に、父が、無列王として即位すると、六百五十四年に、並鎮の位で、兵部礼となり、ついで大使に立てられた。六百六十年七月の大下らせに駅では、金友神らと共に五万の兵を率いて、左、武衛大将軍蘇定法の指揮する東軍に合流して、 戦って、対抗を挙げた。その後も、くだらの残存勢力は、各地で反乱したが、10月には、金方便らの諸軍が、事例城を陥落させて、残りの24条のくだら軍もすべて降伏し、くだら休地は一旦平定された。くだらを平定した党がその余生を買って、高栗に進軍し始めた頃、661年6月に、ブレツ王が死去し、金方便は即位した。 唐からは直ちに、コウクリ討伐軍に呼応することを求められ、文武王は、金融信らに命じて、唐軍のいるピョンヤンへ食料を補給し、全面的に支援をする構えを保った。この時のコウクリは、唐の攻撃に耐え、唐軍は食料を受け取ると戦いを収めて、帰国していった。この間662年には唐から海府義堂さん、上柱国、落老軍王、 白木王に作法された。663年5月からは、くだらの九将の鬼室復信らが、王族の不与報書を迎えて、くだら復興の大規模な反乱を起こし、くだら、和国の連合と、等、白木の連合との間に、白月の絵の戦いが行われたが、この戦いにおいて、和国の水軍を壊滅させ、くだらの最高の望みを断ち切ることになった。 666年4月には唐に対して、高栗討伐の出兵を求め、唐は、李ー王、両党道公軍大、九ダに任命して、高栗への攻撃が開始された。668年になって、白ラも唐軍に合流して、平壌の長安城を攻め、同年9月21日に、高栗を滅ぼすことに成功した。これらの戦いを通じて、 先行の著しかった金融人を偶するために、それまでの最高官位である大隅官の上に、大野大閣官の位を設けて与え、すべての貴族に官一等の昇進を賜った。しかし、個々の恩賞は、白木の軍事力の中核であった、中央貴族の紙幣総へは与えられず、活躍した地方豪族やくだら、高栗から投降した官、将を積極的に取り立て、 王の直接の支配の及ぶ軍事力の育成に努めたのは、ブレツ王の論功交渉に習ったものであり、白木の王権の拡大に寄与することとなった。くだら、コウを滅ぼした後に、直ちに半島統一ができたわけではなく、先だって663年4月には白木も、また鳥林州都督府とされ、文武王自身も鳥林州大都督に任じられていたように、党は、 くだらのこちに、勇臣と徳府を、高栗のこちには、安藤と五府を設置し、それぞれの維新を用いて統治させるという厳しい策を、用いようとした。こうした、党の姿勢に対抗しようとして、高栗の法蔵王の諸子である安庄が、残存勢力と共に、白木に亡命してきたのを利用し、金馬渚に住まわせて670年8月に、高栗王として封じた。 白木の創始が随行する形でこのコーをして、和国へ長考させ、さらに674年9月には安章を法徳王として再封し、旧コーに対する白木の創始権を誇示した。安章をコー王に封じたことで、唐からは叱責されたが、白木はは帰って旧くだら領域の支配をめぐって、唐との対抗姿勢を明確にし、671年には、 市の占領とところ夫里州の設置をはじめとして、次々に旧くだら領域を奪取していった。このために674年1月には、党の構想からは官謝を削られ、宿営として泊まっていた王帝の金神門を白木王に変えようとするとともに、劉神記らが白木討伐に出兵することとなった。文武王は675年2月に謝罪しを、 派遣して一時的和平を現出したが、その後も小規模な戦闘を繰り返し、676年11月には、白井河口部の奇抜裏で東軍に大打撃を与え、ついに東の白木政党と半島支配党を諦めさせた。東は、有心と特府、安藤と五府を両党地方に引き上げ、朝鮮半島から東の勢力は排除されることとなった。 古くからの白木の勢力だけでは党への対抗が難しいことに気づいた文武王は下ら、高栗両国の移民を取り込んで白木の身分制度を再編することにも努めた。旧来の白木の身分制度は首都近所を中心とする経緯と地方豪族を序列化する外くらいとの日本立てであったが674年には外くらいを廃止して経緯に一本化した。 その前年には九だらから帰属してきたものを、白木の完成に取り込んだが、九だらでの完成の序列に従って、白木完成の序列に組み入れ、両者の連続性を継承させようとした。また、高栗移民に対しては暗章を保護して、高栗を、ついで宝徳王として、白木の配下に作法していたが、680年には、文武王の妹を暗章に、降下させて、白木、 高栗の王家の結合を図り、旧の三国が一体となるように努めた。中央官庁の整理について、667年には立法を司る李法府を増設し、左右立法府とした。678年には左右立法府に、それぞれ一名の教を増員配置し、また同年に、兵部の管轄下にあった船舶管理を船府として独立させ、霊を配置した。 くダラ・コウクリの土地を直接統治していくことについて、くダラの旧都市にところ夫里州を置いたように、くダラの南西部には、初ラ州を置いた。また、678年には、コウクリの平原城跡後に、北原小町を、680年には、茅や郡に、金冠省計を置いて、地方統治の拠点都市、合わせて、大都近城の文化の普及に努めた。六世紀に、 すでに設置されていた、州、省慶とともに、白木の地方統治の九州五省慶の完成まであと、わずかとなった。文武王の時代には、大都近城の作りが改められてもいる。674年2月に、宮城である半月城付近に月池を造営し、また679年には、王宮の修築を行い、この地に東宮を建てた。 王城内には四天王寺を混流させたほか、王城を離れた周辺地域への寺院混流も進め、676年には高僧の偽象に浮石寺を創建させている。在位21年にして681年7月1日に死去し、文武王と送りなされた。王自身のかねてからの遺症によって、白木では初めて仮装された王となり、骨壺は、 日本海の浜辺の大石の上に葬られた、有名な海中王領である。続伝では王は五国の大流に化身したと言い,い、この大石を大王岩と言った。また王のためにその地には観音寺が建てられた。観音寺に伝わる書物には文房が和平を鎮圧するためにこの寺を建てようとしたが、完成する前に亡くなっており、同時は新門王の2年に完成したという。 新聞王の七年に、白木の祖廟の祭祀として、新聞王にとっては、父の文武王、祖父武列王、祖祖父、文尾木文王、高祖父末平王、及び大祖大王の五病王の制度が整備された。第三十六代のめぐみ安次王の時代には、五病王の対象を、めぐみ安次王の父慶徳王、祖父昭徳王、文武王、武列王、味数日金としており、 文武王は、武列王、アジスーニシキンと共に代々普遍の旨として、特別な位置づけとされた。682年に、慶州四天王寺に文武王の業績を称えた文武王両妃が建立されているが、文武王は、郷土の末裔と記録されている。三国以上王歴では王母、君帝夫人、王妃を、 全品解母子の娘の辞儀王孔とする。または、中世南道論算師連山面、道路上面などの否定説がある。有心と徳府の徳には、くだらの義次王のこの不与高しが当てられていた。暗証は、不違い、祖文の弟の不地浄土のことも記される。同じ頃党は、西方で土番との戦いに敗れていたこともあって、東方のみに力を集中することができなくなっていた。 文武王の死後、新文王によって、高栗の旧官を大量に、白木の簡易性に組み込んだ際にも、高栗の完成の序列に従って、白木完成の序列化に組み入れられている。李法府そのものはすでに、新徳女王の五年に設置された。文武王の設立した右李法府に対して、当初の李法府を、左李法府といい、例二人、京二人であった。三国一牧に、 万波域笛城の初秋の自中期による、関音寺跡の見え石塔は、大韓民国国宝第112号。三国式巻八白木本木新門王記及び巻十二祭祀氏ただし巻九恵ぐ安史王儀には、祭祀氏に対応する記事は見られない。イコール、イコール、六十七金夜。 http://www.donga.com コロンススララッッシシュュスラッシュ docs スラッシュマガジンスラッシュニュードンが9908 nd 9908420 html 2016年11月18日閲覧超高済みキバ木ラギ超いつき美月間挑戦 http://mans3.chosun.com コロンススララッッシュスラッシュクライアントスラッシュニューススラッシュ v i w a s p ナヌスナムイコール24310万27 and ctcd イコールセピジイコール12016年11月18日閲覧23 http://www.presin.com スラッシュアーティクルスラッシュアーティクルドットアスプアーティクルナムイコール40兆508億3018万1724アンドセクションイコール042016年11月18日閲覧72007年 P1843 オリジナルの2014年12月30日時点におけるアーカイブ h t t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 1 4 1 2 3 0 0 9 0 4 4 0 h t t p n e w s c h o s u n c o m s i t e d a t a h t m l 2 0 0 9 0 2 2 6 二兆九十億二千二百六十万千八百七十三 ?HTML2016 年十一月十八日。閲覧。二、一。KBS。 h t t p w w w k b s c o k r h t v s i s a t r a c e h s t o r y v o d r e v i e w 1 5 5 6 8 0 2 8 1 7 0 h t m l 2 0 1 6年11月18日、閲覧。22kbs http://www.kbs.co.kr/.htv/.sisa/.tracestor.y/.vod/.review/.155764328170html2016 年11月18日、閲覧。 http://www.imaeil.com コロンススララッッシシュュスラッシュサブ、ニュース、サブニュースビュー、php、ニュース、id イコール 53308&e イコール20082016年11月18日、閲覧。ありがとうございます。